血の滅タイムがやってきたぞ、この下っ端野郎。大好き邪魔が多いとか、そんなものこれ一切ない湖に追いかけてくるんじゃねえぞっていうのは、追いかけてこいよっていう、押すな押すなと言っているのと同じで、本当は押してほしいということなのさ。だから決して追いかけてくるんじゃねえぞ。おいじゃあ、なんだ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 、え、はお前空気読めし、今から俺追いかけ、おい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 、マジかよこいつ、マジスケベやわほんま。ああしかも、ま、なんでまだムックルやねん、せめてムックバーグなれやお前。もうこっちムック、もうちょっといろ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 ごめん、あのいろいろと面白すぎて、もうなんかあツッコミどころ満載は。これでお前あれだぜ、あのマキシオはなんでレベルは、レベルが逆にこのくらいだからこそ、なんかちょっともっとなんか頑張れないのかって。だとレベル4つ上げたらもうあれホークになれるんだぜ。もしかしてムックバーグ飛ばしていきなりムックホークになる感じですか、あなたの。だから二重進化というか、2連続進化というか、 V ゼル、そう、あ、まだ V ゼルなのね。じゃあここはもう、じゃあフルたちに、あフルたちにじゃなくてもいいか。あし、V ゼルだったら普通にあいつでやけど、テリアさんで頑張ればよかったな。しまったしまった、島倉千代子だってね、ちょっこちょっこ。V ゼルで VV 言わせていきましょうか。じゃあ行き過ぎ、ハッピーキッカー、うー、あらわるあらわる、うわ、おさよなら、おしまいですね。ということで、じゃあやっぱりライバルはライバル同士、あの最初に選んだポケモンで戦わせるべきだと思いますので、モンカゼルが出てくるということは、おいしゃー、じゃあお前のリーダーが出てきたんだな、レベル31か、そうか、でも多分お前の方が素早さが高い気がするですよね。なぜ炎じゃないんだ、俺の方がタイプ相性いいからなと思って油断してるんだろう、アーマチンですね。揺れる揺れるもう飾る、さよならでおしまいし、ズームバイバイ。で、あと一体何だったっけ、ロゼリアだな、ですよね、ですよね。ロゼリアだったら滝豊でいきましょう。そしてカイングルマでミドルチャージ、2連続攻撃でパコパコしちゃいますよ。パコだけにね、私はパコです。確かにお前鍛えて強いのがわかるぜ。いいよ、お前は全く鍛えられてないけど、レベルだけ上がっていって、全く前回とステータスが変わって、ステータスじゃないの、パーティーが変わってないんですからね。甘いですね、結婚式並みに甘いですね。どういうこと、いやー甘くなかった、お前そういう時にいらんのだけ残していくな、いらんことだけしていくな、全く本当に。もうこうなったらもう和菓子を食べるしかないですね。頭、あのね、ずっと喋ってるとね、やっぱりね、頭のね、回転がなんとかならなきゃいけないからと、ピンポンって怒ってる、プーンって、そんな可愛くぶったって、まぁ、あ、ちょっとこういうとこ動かれてる、さっきのけどよくわかるけど、じゃあ次は手加減なしだぜ。え、何、進化させてないのは、まさか手加減してるからとかでも言いたいのか。まあいいや、とりあえず、さっき言って変わったら回復させるか。どっちいくしかない。まあ大体あれだもんね。あの、なんとかの身で手に入るから、それで手に入れば何ら問題もないってことですもんね。ということで、どこ行ったかな、どこ行ったかな、タラタッタラタッタラタッタッタッタラタッタッタラタッ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 タラタッタッタッタラタッタッタッタラタッタッタッ、黄昏れてんな。我々のボスは科学の天才だよ。お前、独り言つぶやくときはマジで気をつけろ。ソーシャルエンジニアリングだったっけ、パスワードとかを盗み見るやつ、あいつとかに引っかかったらお前秒で首だからな、気をつけろよ本当に。もう世の中にはね、ハッカーって呼ばれるね、悪いやつらがたくさん存在してるんですから、そういうやつらに引っかかったら本当にお前おしまいだぜ。ワク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 テカテカ、どれだとしてよお前なっちゃしてやらない。うん、余裕なんだな。てか、この距離さ、俺ずっとさ、同じ感じで走ってるのさ、お前よ、歯生えてて、やっぱ、あれだね、年なんだな。うわぁ、で、どうされたら、俺が疲れてて、ポケモンがうまく戦えなかったとかって言うかもしんないけど、関係なくねっていうね、ツッコミを拭いてるのに、やるなぁ。でもなんか、この格好にさ、スカウターつけたら、もうサイヤ人になれるような感じのフォルムしてるよ。なでなでしてほしいのかな。で、レベルはいくつだ？オッケー、じゃあ、ポルチェン。あ、はい、おしまい。これ、チェンジされる？いや、倒して終わりだよね。あ、だよ、だよ、ね、ここで。うひ、戦って逃げていれば、まあ、先に戦ってとか、まずね、なんだろう、仕方ない。せめて湖で使いたかったー。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。
やーちょっと怪しいやつがいるんですね。怪しいやつが、ちょっとモンピーを、ゲイ、違う。お姉さん、お姉さん、何してるんですか？湖の言い伝えは今入れないみたいな言い伝えのことしてる？人は入っていけない。コダックの群れ見た？あ、はい、見ました。喫茶店、はい、そうです、そうです。頭抱えてる。でも、コダックたちこれ使うというか迷っちゃったから、あ、ありがとう。なぜ自分で使わずに私に渡してきたんだろうね。幻の、じゃね。チャンピオンなのに意外といろいろ知らないことが多いんだな。ちょっと待って、あれ結局、これ手に入れたんだっけ？秘伝の薬は手に入れたっけ？あれトバリに戻ればいいのか、これは。待って、状況がよく分かってない。とりあえずトバリに一旦戻ってみましょうか。シャーシャー、危ない。もうちょっと今余計な戦いは、尺の都合上、そして皆さんが私に対する怒りをこう振る舞わないで済むように、俺がイライラしてねー！ちょ、めっちゃ引っかかるわん。で、こっちに行って、チュン、ドッ、ピュン、くる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 、ポッポポポポポポポ、倉庫の鍵、でも倉庫の鍵結局持ってなかったよね。あれ、じゃあどうしたらいいんだ、これは。ここの銀河団、赤木ちゃんとどう戦ったらいいんだ？ん？よー！お子様来てるぞ！あれ？そういうことじゃない。あれ？どこかでなくした？あ、ちょっと待って。全然話を聞いてなかった。やばいやばい。じゃあ仕方がないので、タウンマークで、今日は、ここをですね、支配していって、それが終わったら、まあ、次回パートでここに臨んでいこうかなっていう感じですね。だから、まあ、ちょっとぐるっと回る形にはなるけど、うん。やっぱやってないところはやりに行かなきゃいけないし、あ、どうしよう。一回だけサファリパークやってみようか。まあ、今日はなんか雑談会じゃないけどさ、雑談会って、毎回雑談じゃなくなってるくらいあれなんだけど、まあ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 。500円でポケモンをね、まだ捕まえたことのないポケモン捕まえに行きましょうよ。雑談会じゃなくてあれだね、まあ、息抜き会って感じですね。まあ、ライバルとも戦ったし、プチ見せ場だけはあったかなということで、じゃあこっち進んでいこうか。タタタンタンタンタカタンタンタンタカタンタンタカタカタ。なんだ、何が出てくるかな、楽しみ、ワクワク。宣言撤回。全然楽しくね。マリルが欲しいな。マリル捕まえたらもう秒でクビにするんだけどな。よし、じゃあエリア、ポーン、ラジバンデル、ポンと思ったら、隣だった。ちょっと待って。じゃあ、エリア、エリア 1? さっきいたところはエリア5。ああ、やっぱそういうことか、そういうことか。なるほど、なるほど。で、左に降りてくると。ここら辺モンスターボール落ちてるかなって思ったら、モンスターボール落ちてたね。泥の中を走り抜けてくまっけ、ひょっとこドロの中を走り抜けて結局真っ赤にひょっとこう。トト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 で、こういう時は様子を伺ってくれるという、こう優しい仕様になってくるんですかね。なんか水鉄砲とかさ、主人公の股間とかにやってさ、いやいや、お漏らししてやがんのみたいなことにしたら、もう普通にね、主人公お亡くなりになられるんですかね。そうだったらプレイヤーである私が困るだけなんだけど。よっしゃ、ゲット。じゃあ、どうしよっかな。やっぱ力持ちの象徴といえば、やっぱ、あれだよね。うん。こっちの方じゃないかな、個人的には思うんですよね。二頭筋。ほんと、ほんと筋肉。手持ちに加えて、もう早速こいつはもう、パーリナイしましょう。オッケー！チャラチャ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 。あとはもう適当になんか、たまたま出てきたポケモンを捕まえるだけでいいかなって思ったりしますね。傷薬か。じゃあまだ行ってない方向にどんどん進んでいこうか。このおっちゃんなんかくれる？ああ、そういうことね、そういうことね。でも、これさ、いつも覗くけど、結局どこにいるのかあまりよくわからないまま終わっちゃうっていうケースになってるんですよね。じゃあ、じゃあ、
出川進化系か。出川進化系のデヴィ夫人が出てきた。仮面かぶってるような、なんかあの見え方になってる。じゃあ右側行ってみましょうか。右側ドラゴン、ああそっか、釣りをしても面白いのかもしれないね。ちょ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 、なんかが出てくる、ズンズズン。はあ、捕まえたポケモンが出てきたらテンション下がるよね。はあ、コーヒーがうまい。ここにはその2匹しかいないのかってくらい、なんか同じポケモンばっか出てくるんだ。じゃあ水タイプはピッと、こうしてこう。すごい釣り竿ってどこで手に入れるんだっけ。サーポイ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 、釣れないな、釣れへんな。タカタッタッタッタカタッタ、よいしょ、きたー、オッケー。トサキントとかだったりして、ケイせめて蛍光でも、つか、あー、ドジョッチね、はい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 、いいねいいね。ヌマクロウじゃなくて、なんだったっけ、ドジョッチの進化系、ナマズンだっけ。そんなでも直接的な名前だったのか。うわお、意外と強いでやんすね。逃げるんかい、そこの稲妻小僧。青い稲妻が走る、ひょっとこ、お口唇、ブリ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 ン。なんだ、あー、スバミーか。ただのホウケイちゃんが出てきたね。今、あれだね、お口パックンチョしたね。捕まえているポケモンは、ありがたいことに、隣にポケモンマークがつくから、だいたいわかる。あー、なんだ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 なんで、そんで、こんで、ほんで、はで。たったかたたたたたん。じゃあ、このまま上から降りていきましょう。わおーパンポーン、終わりです。あ、ここはスボミーのスボム、スボミーの巣なのね。巣。ドーマンパーチャッチャッチャッチャー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 ピリ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 パパ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 、あの社の生の瞬間をなんか見せされている気がするんだけど、まあそんなことはいいや。特に何も捕まえることはないのかな。ああ、出てきてくれたわ、出てきてくれて、さあ果たして君の正体は。おお、ダック来た、ダックダック。お前を捕まえた時の名前もドナルドです。直接的ですよね。青くないけどドナルドです。でもあれだもんね、進化したら青くなるもんね。じゃあドナルドでいいよ。そして一発で捕まってくれた、ありがとうありがとう。まあそうだよね、霞のコダックだってさ、自分でモンスターボールを続いて勝手に捕まってくれるレベルだもんね。20キロの、約20キロのね、約20キロのアヒルってえぐいよ、すごいと思うよ、ね、え、よし、オッケー、ドナルド、ちなみに、まあいいや、ドナルドのあれをやろうかなと思ったけどやめた。よし、あった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 、はい、さあ何が出てくるかな。たまにはちょっと珍しい、あのデヴィ夫人でも出てくれるかなと思ったけど、やっぱりただのデヴィ夫人だったの。オッケー。あ、でも結局あれだね、金星ってなんかいろいろと、おい、あれウパーは、ウパーパクーじゃなくて、いきなりお父さんの方が出てきた。お母さんの方が高いのこれ。娘さん僕にくださいじゃなかったね。でもやっぱさすがに進化してるポケモンは、それは一発で捕まることはなかなか難しいよね。お目目が可愛いな。お母様、あなたのあれをください。何？ねえ、捕まえられましぇ。なんで泥をかけたらあれなのかな？泥をかけることによって、あの目が見えにくくなって弱ったふりをしたところで捕まえてパックンチョッカ。パックン。パックンパックン、あっ、たっちぺってってってしちゃった。いや、逃げられてしまった。さーて、他になかなかの出現頻度、ありがとうございます。あーあーあー、息子が出てきた。あれ今娘だった、ごめん、あのレーダーしすぎてどっちだったか分からない。ちゃっちゃっちゃ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 、あ、こっちはすぐ捕まったんだね。あ、オッケーです。
じゃあこっち捕まえたからもういいや、あのこいつを進化させることにしましょう。うわあ、まあでもこれなんだろうな、ニックネームなんだろう、ややこしい名前にしてみようか。はい。どっちだよってなるよ。どっちなんだよお前はって。誰だよってなるね。まあこういうややこしいことをするのも面白いからいいんじゃないですかね。で、ああ、モンスターボールがめっけ。はい、力持ち。力持ち。力うどんってなんかメニューで見なくなったよな。なんかあのうどん屋さんとか行っても、うん、昔ながらのとか行ったらもしかしたらあるのかもしれないけど、やっぱりあれなのかな、喉に詰まらせて大変っていうのだから、なんかのニュースか統計だったかで見たけど、餅で喉を詰まらせて亡くなる人数の方がなんか何かよりも多いみたいな、だから餅の方が殺傷能力が高いみたいな、なんかニュースとかを見たことがある気がするんですよね。本当に何かをこう食べるのは気をつけなきゃいけないと思うんですよね。スコルティは、もうレベル26のいますんで間に合ってます。なかなかピンポンってならないね。なんかもう500歩歩いた気がしたんだけど、そんなことはないのかな。じゃあモンスターボールをきちっと手に入れて毒消し、スコルティに出会ったからなのかなちょうどタイミングよく現れてくれたね。あーなんか雑談しようぜとかってさ、なんかあの息抜き会だぜとかって言ったらもう約20分もう経ってしまってるんですね。やばいな、そろそろやっぱ行かないと、1回であっち行けなくなっちゃうよね。あの左のルートぐるっと行くことができなくなってしまうな。マリルーマリロリってレベル何本になるんだったっけ。28とか32とかなんか適齢期みたいな感じになってるけど、年齢のね、結婚とか出産とかのね、なんか適齢期みたいな言い方になっちゃってるけど、うん、さてさて逃げましょう。 OK、 ダッチャッチャッブーブークククククク、クそろそろ終わらないんですね。まあもう一匹くらいなんか持ってないポケモンを捕まえたいところなんだけど、次出てこなかったら終わるか。一旦終わりにしましょうか。このまま入り口に戻っていきましょう。ああと思ったら先に終わらされたわ。ごめん、大変失礼いたしました。そして何人ご利用いただきまして誠にありがとうございましたとかっていう優しい一言をかけてもらうこともなく、ただただ追い出されて終了でした。はい、ちゅうわけで行きましょう行きましょう。ファッションチーク切り払い、切り払いってでもな、なんだ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 、すげえ水たまりに何でも直しが沈んでた。適当に A ボタンを押しながら走ったら捕まえられた。お兄ちゃん僕と遊ぼうや。あーいザバルバル、こっちあれこっちでも行けなくない。ファイルの意味なのかなこれ確か。桃で毒を回復できるってのも面白いよね。ほいトト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 ト桃のみいいアイル爆弾とかなんかなかったっけ、ね、なんかあった気がした。ダーチャチャパテテペタペテテテイ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 、どうしよっかな、どこまでやろうかな。まああと10分くらいで進めるところまで行ったら、まあちょっと中途半端になるかもしれないけど、一旦そこでカットしよっかな。だよね、うん。じゃあ、チーム。やけどになることも少ないだろうな。オーバーだったっけ、なんかそいつ戦う程度で終わるような気がしたんだけど。ポケモンレンジャー、女の子が泥まみれで沈んでるよ。ドロップしてんのかな、まあ、ドロップするくらいだったら俺のこと抱いた方が多分あの肌にいいかと思います。楽しよ。惜しいよ。モモピー。威嚇ということで、威嚇して、まあ俺の方は全くもってダメージは痛くないから
安心してケロってとこかな。じゃあまずは最強光線でお手並み拝見。さあどうなるかな。あーちょ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 、お前はすでに死んでいる。330VZR ブイブイ言わせようぜ。ブイブイ言わせたいタイプはフルダチン。いまいち自信外そんなに強い技を持ってないってところがちょっと痛々しいですね。おっすん、それはマリオのところに敵のキャラクターやつを倒すにはスープスターたったったらたったったらたー、まさかの先やち。いやー、まさかあなたの方が素早さが早いとは思っても見えなかったですね。こんだけのレベル差があればなんとか大丈夫じゃないかと思ってる。相当遅いみたいですね、巨大とす。だがお前のその地盤沈下している体になんとか頑張ってください。なんかすげえ急に暗くなった。バッチッタ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 。あ、ちなみにね、あの時間はむちゃくちゃにしてるんでね。タッタッタッタ。あー、元気のかけら助かる、超助かるって感じ。取りましょう。ドロパック系女子はなんかあれなのかな。あ、ちょ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 、なんかペキンペペ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 ペ。沼にはまるペースが早すぎるのよ。あーパパパパパパ、ちょ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 、沼早い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 。ちょちょちょ、待って待って待って、一歩進むごとに沼にはまってんだけど。ちょ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 、はい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 。え、どういうことどういうこと、これもしかしてこれあれ、こうした方がはまらない。あ、走るからなんだ。へえ、これは初めての気づきかもしれない。うぱほっ、あ、ヤドラン。じゃあヤドンどこ行ったんだって話だよ。ヌオーがヤドランだったらウパーはヤドンだ。貯水逃げる、相手にしてあげない。坊やじゃまだ私のことを満足させられませんからね。よし、オッケー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 。走るからダメだったんだ、そういうことか。なるほどな、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 なるほどなるほどなるほど。ちなみに自転車では進むことができません。パラソル女子、プル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 、ジャッパピッピッ。あー、ちょっといいかも。このくらいの髪型が、あー、でも下まつげがちょっといらんな。下まつげはあんまりタイプじゃないですね。垂れ目の女の子好きだけどね。水のベル、水のベル、ってなんだ。雨が降ってると体力を回復してくれるとか、そういうあれなのかな。さあ、ピリ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 、レベル30。おお、特攻がもう3桁いってるんですね。素晴らしいですね。VZR、VVV。あー、まあいいや、VV 言わせよう。VV 言わせるためにできているんです。さあ、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 あー、うまく戦えるか不安なんですか。大丈夫ですか。タイプ相性的にあなたの方が上ですからね。よし、ポプルプルミプルプルー。オッケー、秒殺です。おー、まさか当たらないとか、そんな。ちょっと、嘘だろ。あれ、もしかしてあれ、あれなのかな、あの戦うことに不安を覚えていたら命中率が下がるとか、そういうオチで、あの攻撃をなんかあの相手のターンになると、あの後ろのね、あのなんかカサカサしたミニスカのいつでもあの私のことめくっていいですよっていう女の子がさ、あの手をフリフリしてるのかな、んかちょっと可愛いというか。うん、しずえさんだったのか。お前、村に行ったら最初に案内してくれるしずえさんだったのか。貴様、ん、上にはどう言ったらいいか。ちなみにこれは、ああ、いろいろかけらとですね。まあ、別にかけらとかあるかな。いやー、話しかけないでくれって言われても話しかけちゃうのが男のサーガー。ゲームメーカーはセーガー。ヘルヒ。ああ、多分帽子脱いだらハゲてんだろうな。うん。ヘルテルなんだろうな。昔、ヘルヒコっていう、あの、完全にハゲ散らかした先生が小学校の時にいたな。2年生と4年生の時に担任だったけど。で、自分でその名前を言いながらさ、あの頭がハゲてるから俺はテルシコって言うんだよって自虐で言ってた。
全くもってオチのない話をさせ聞いたよね、皆さんね。あ、強いな。ヌーゲー、防御力低いんだからやめてよ。レベル10も違うのに、10以上も違うのに、30もクリアしてなんて、やるな、やるな、お主やるな。はい、チュイ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 。ドレインキスはなかなかいいね。チュッチュしちゃうぞ。しかもメスだからね、興奮しちゃうな。テルヒコ、ありがとう。じゃあ、パカピーピピ。ポケモンも勝利も逃がしたよ。本気も、彼女も全部逃がしてるけどな。え、ツリザック。ノリカズ。ノリのおかずなのかな。ノリ弁。トサキンプ。トサキンプ。トゥース。チャーチャーパーパーピピピーポポポーポートレース。トレ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 イ。じゃあとりあえずまあ、カズの。ああ、しまった。チュッチュしとけばよかったな。HP 回復させておけばよかったもんな。しまったな。あ、いや、次出てくるやつでチュッチュしようか。チューは大事だからね。あれですよ。離婚するってか、なんだろう、継続的にカップルの関係性を維持するんだったら、セックスをするよりもキスを する回数を増やした方が関係性が良かった、長続きしたみたいなデータもあるらしいですからね。うん、セックスってなったらやっぱさ、30分1時間とか時間かかっちゃうじゃないですか。チューなんて10秒ですよ。ちょっと長めからチューッつって言ってたからね。まあ別に自分がってわけじゃないですよ。うん、たーたかたーたかたーたかたたかたたかた、なんかめちゃめちゃ見てる雨が降りゃ、こっちを見定めて発射準備オーライ、ドピュードピュー、多いですね。ドジョッチウニュ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 してる。あれをサーナイトに差し込もうとしているな、お主。そうはさせるか、鈍感です。威嚇されても効きません。レベル10なの。これだったらマリル出してもいいのかな。まだ一回も実戦出してないしね。レベルアップはそろそろしそうだけど、あ、ドジョッチ、ドジョッチだったらじゃあ二頭筋いきましょう。ムッキムッキでお願いします。なかなかね、腕が成長しなくて困ってんすよね。やっぱ腕周りがね、まあその太さは変わらない代わりにたくましくなってるように一見見える感じにはなってはきてるんです。ペチ、そうなんだけど、なんだけどやっぱりね、腕の太さがやっぱ40センチ超えていかないことのこう辛みというか、辛さというか、苦しいというか、しんどいというか、だるいというか、むさ苦しいというか、そこがなんとかしたいところですよね。今の悩みかな、足らない 90% とは。しかもこれあれで命中率下げられるんだよな。 90% ってことはあれだぜ、10回やって9回は当てなきゃいけないんだぜ。もうアイマクラの8回は当てなきゃいけないんですね。まあ7回か。ああ、まあ命中下げられちゃったからあれなんだけど、引く。そっか、攻撃力18とかってもう戦う気あるのみたいな。そっか、経験値だもんな。経験値はね、ステータスだもんな。そっか、じゃあやっぱルリリから育てていった方がいいのかな。誰かと絡ませるか。うん。やらなくしーは変わらがない。殻が生えたらトリツドゥン。よっしゃー、おしまいです。上に見えてるオタクさんと戦わせたら一旦終了するか。で、ヨスガシティに戻るっていうところまでを一旦。あれあれ、もうレベルし、ありがとうございます。これで一気にステータスが上がるんじゃないか。あれ、マリグリってそんなに大きくならないのか。もっとなんかでっかくなるもんだと思ったけど、そっかそっか、 ありがとうございます。これで一気にステータスが上がるんじゃないか。で、なんか技覚える？ない、覚えない。ペンペルペペ、僕の自慢のポケモン。うわー、下ネタかよ。ただの下ネタ野郎だ。しかも大体しかも下ネタじゃない。クリクリおクリお、うわー、卑猥な、僕のポケモンクリオだよっつって。あかんあかんあかんわ。ダメだダメだダメだ、もう炎上だわ。
とりあえず再起構成、はい、とりあえずあのもうこいつをぶちのめしたら、一旦、はい、あのちょっと時間がだらっとやってしまったんで、あの終了にしたいと思います。はい、ということで今のうちにですね、ぜひあのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただいて、あのぜひね次回パートもお楽しみいただけたら、あの幸いの刻みでございますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、こういう時にこそね、あの二頭筋を育てるチャンスだと思いますので、すでにあの三頭筋と前腕を鍛えていってね、あの上半身ブリブリのムキムキにしていきましょうか。はい、まあもう夏過ぎちゃったんでね、もうあんまり肌の露出をするような季節ではないから、まあいつそれを見せるんだっていう感じもするかもしれないですけど、まあ見えない時期でね、もう一生懸命鍛えてムキムキにすることによってさ、あの気づいたら太くなっていって、であれで来年の夏になって、こうまた肌の露出が増える時期になった時に、すごい引き締まってるとかさ、すごい大きくなってるっていうのをね、こう見せびらかすっていうのを、まあ大事に大事にしていきたいなっていうところですよね。はい、男の人だったらゴリッと大きくなって、女性の方だったら引き締まって美しいってなるようにね、ぜひ、1年間トレーニング頑張ってみてください。何の動画やねんという、しょうもないツッコミをしたところで、結構叩かないでいいよね。あ、ですよね、はいはいはい、よし、じゃあ、一旦ですね、この辺りで終了とさせていただけたらというふうに思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ん？今、すごくポインって跳ね返されてたんだけど、そんなことは気にしない。ではでは、バイバイ。